1955年最高裁判所裁判官国民審査は1955年2月27日に第27回衆議院議員総選挙とともに執行された最高裁判所裁判官国民審査。一人の最高裁判所裁判官に対して国民審査が行われ、罷免しないとされた。投票率は72.21%であった。一人の裁判官が 国民審査となったのは、歴代で最も審査対象者が少ない国民審査である。中央選挙管理会は、地方選挙管理委員会に投票しない人は投票用紙を受け取らないでください、との有権者の注意を通達し、国民審査の危険の自由が認められるようになった。この国民審査では、総選挙と国民審査投票が、 性質の異なる投票であることと投票の混同を防ぐ観点から投票用紙を別々に交付していた。しかし、審査対象裁判官が一人だったため、投票用紙を交付された後に記載書に向かったか、どうかでその人の投票行動が第三者にほぼ把握されるという投票の秘密が侵害されているという問題が浮上し、裁判でも争われた。 弁護士の瀧内霊作が同年に東京高裁に異議の訴えを起こして棄却されたものの東京高裁判決では選挙の投票用紙と審査の投票用紙を同時に交付し両方の投票の記入代を同一箇所にする等その他投票所の設備について工夫を凝らすことによって投票の秘密を保護することはできるとされ中央選挙管理会は投票の秘密を確保する 投票所の設営方を検討するようになった。3年前に奄美群島が復帰しており、奄美群島の有権者が初めて国民審査に参加した。ありがとうございます。